はい、おはようございます。佐々木でございます。今日はね、2024年6月17日月曜日でございます。いかがお過ごしでしょうか。はい、まずはね、こちらじゃん、鈴木敏夫さんの本でございます。あのスタジオジブリのね、プロデューサーの、まあ今まだやってますよね、確かね。横須賀美術館で、鈴木敏夫とジブリ展というのをねやってまして、そこにこの間先日行ってきて、で、あのなんか記念なんかね買っていこうかなと思って、いろいろグッズあったんですけど、これがちょっと目に入ったので、買いました。これはもうあの鈴木敏夫さんがですね、今のね、立場に至るまでの、まあ、いろんな変遷であったりとか、まあ、いろんなね、インタビューであったりとか、ベストオブ鈴木敏夫というね本になっております。ちょっとね高い本なんですけど、4200円、ね、4200円、まあ分厚い本なんですけど4200円します。僕値段見ずにあのレジに持ってったんでね、あの4000いくらですって言われた時にえって一瞬思ったんですけど、あのまあでも買ってよかったです。非常に、読み応えのある本になってますので、この表紙、鈴木敏夫さんのね顔なんですけど、これを撮られたのがあの写真家のね荒木さん、荒木が撮った写真ということでね、そうですね、やっぱりね、はい、ということで、パパッと簡単にレンズを買いました。ライカ、M11 用のね、レンズ。今まではあの、フォクトレンダーの F1.5 のね、50ミリのレンズを使ってたんですけど、まあ、で、その間、それ使いながら、まあ、どんなレンズがいいのかなっていうのをずっといろいろ勉強というか、いろんな資料を見たりとかで、まあ、自分に一番合ってるものは何がいいのかなっていうのをちょっと探して、で、新品だとね、やっぱりちょっとあのね、まあ価格的にもっていうのもちょっとあって、すぐにはなかなかちょっと手が出せない金額なので、ライカのレンズってね。で、中古でまあオールドレンズでもいいやっていう感じで、まあ、探していて、で、まあ、種類はね、ズミルックスがいいのかとか、いろんな、レンズがあるじゃないです か。決めてたのは本当にあの焦点距離50ミリは決めていて、で50ミリの中で何がいいかなって考えた時に、レンズの造形、大きさ、軽さ、それから写り、あんまりそんなパキパキしなくていいと今は思っているので、まあ本当にライカらしい写りがするレンズが欲しいなと思って探したところ、こちらになりました。見せますよ。はい。はい、じゃん。はい、こちらでございます。はい、ズミクロン。ズミクロンの 50mmF2 でございます。この距離計のピントリングのところにこういうね、フック的なものがついてる。いわゆるこれサードモデルと呼ばれているものだと思うんですけど、これがあることによって、いちいちこう、見なくても、これがね、真下に来てる時っていうのが、距離でいうと 1.2 メートルなんですね。なので、まあ、これをちょっとこう動かすと1メートルとか、これをこうちょっと動かすと 1.5 メートルとかという形の、いちいち見なくてもなんとなく感覚でこう分かるっていうね。なので、この、こういうフックがついてるタイプのズミクロンを選びました。はい。ていうか造形がめちゃめちゃかっこいいというか、この M11 のこのボディにね、非常にフィットする形、重さ、
大きさだと思います。うん、ね、何年ぐらい前のモデルなんですかね。結構まあ中古で買ったので、まあところどころ使用感というか、傷的なものは入ってるんですけど、まあ写りに関しては全然問題なくて、もうなんかこれでいいかなっていう、なんかこのカメラにはこれでいいんじゃないかなとちょっと思わせてくれる、レンズでございます。はい、まだねちょっとこのレンズでまだ撮れてないんで、あの家の中で1枚だけ撮ったのは後ほどお見せします。全然参考にならないですけど、まあちょっとこれからはこのズミクロン 50mmF2 このレンズでね撮っていきたいなと思ってます。はいはい。であのライカの話じゃないんですけど、あのルミックスのね、S9 っていうのが、まあ、発表されたじゃないですか。まあ多分もう予約受付とかしてると思うんですけど、で結局なんかあのまあボディ自体はすごくコンパクトで軽くて、まあ非常にいいなっていう思ったんですけど、結局そのレンズ群っていうのがまだこうやっぱりそれに伴ったレンズっていうのがほぼほぼないんですよね。でうちにあるルミックスの S シリーズね、フルサイズ用のルミックスのこれで 50mm でこのサイズなんですよ。でまあちょっとね見比べていただくと分かるんですけど、ね、こんなに違うの。こっちがライカのズミクロン 50mm、 こっちがルミックスの、これ開放いくつだ、1.8 ね、開放 1.8 の 50mm 全然違うでしょ。だからルミックスもちょっとこれぐらいのね、僕もうあのオートフォーカスとかいらないからレンズにね、あのこのサイズで作ったらめっちゃいいと思うんですよね。 S9 にめっちゃハマると思うんですよ。ちょっとこんなようなイメージですもんね。あの S9 にこう今のこの 50mm つけるとね、ちょっとこうヘビーすぎるというかね、やっぱこれぐらいの方がこうしっくりくる感じするでしょ。まあこういったところのものづくりっていうところがね、これからのまあ日本のメーカーの課題かなっていうのはすごく感じますよね。うん、まあ、もちろんね、これオートフォーカスとかね、まあ、そういった手ブレ補正とか、まあ、そういったことに対応するということで、まあ、こういうサイズ感になってるんだとは思うんですけど、でもね、このサイズを知っちゃうと、うん、やっぱこっちの方がいいよねっていう話に、まあ、どうしたってなりますからね。うん、はい、非常に素晴らしい。とにかく、うん、かっこいいのがね、見ててかっこいいレンズでございます。ズミクロンの 50mmF2 でございました。はい、まあこれでねちょっとガシガシ、当分やっていけると思いますので、最強の相棒を手に入れたなという感じでございます。ライカのねこういったレンズのいいところは本当にどんなに古い時代の、レンズでも本当に綺麗に映るので、やっぱこの光学っていうかね、そのレンズの質っていうのは本当に大事だなっていうのは本当にライカを使ってると感じます。はい、あでこれ中古で買ったんでね、あのキャップとかこのレンズフィルターとかねついてなかったんで、安いフィルターとあとこちらキャップ、これ Amazon でこれ多分パチモンだと思うんですけど、一応ねライカって書いたんですけど多分パチモンです。800円ぐらいで買ったんでね。ただそのパチモンにしてはですね、裏側にちゃんとそのこうなんていうか脱落防止テープみたいな、なんかこうふさふさのなんかテープみたいなのが貼ってあって、
こうつけた時に結構しっかりとホールドしてくれる、こう簡単に落ちないっていうね形になってるんで、意外と、まあ、レンズ保護の意味では十分役割を果たしてくれる感じでございます。はい、ということで、今日はね、新しいライカの、レンズゼミクロン 50F2 をね買いましたというご報告でございました。はい、ではまた次の動画でお会いしたいと思います。では、さよなら。